はい私ださんですねありがとうございますさあまた新しいの来ましたねこういうパターンですかはいええー、無職歴年齢性別女私はおそらく吸血鬼の末裔なのだろうまぶしい日の光を浴びると呼吸が乱れ吐き気を催すそんな中人間社会を学ぶため学校という牢獄へ囚人として通うことになったか教師という連中が何を伝えたいのか理解ができなかったし 他の囚人たた。ちとは意思疎通が困難であっ刑期を終えてほっとしたのもつかの間次は労働を行う奴隷になることを強いられた週5、1日8時間という膨大な時間を人間の平均健康寿命ギリギリまで労働とやらに搾取されるなど消費の差だとは思えない自己犠牲の極みであるここで私が気づいたのは学校とは奴隷育成システムであり将来的に 社会へ出荷するための囚人を従順な奴隷に仕立て上げるため、洗脳を施しているという恐ろしい事実だ。もちろん、誇りたげき吸血鬼の私が、そのような奴隷になり成り下がることなど、できるはずもなく、社会の奴隷と化してしまった、哀れな下界の民たちの血税をすすりながら生きながらえることとする。いいや、これ、ね、あのうん、ななんんで吸血鬼のの末裔っていうのかか、ね…最初ににはは日に当たると、要 呼吸が乱れるとかで、単にちょっとあの、ひ弱な人なのかなと思ってたんだけど。最後その血清。を清す,するっていうところで、ちゃんと回収してるんだよね。この人はうまいよ。うん。だから優秀なんだよね。ちゃんとオチをちゃんと。あの、用意した上でね。ちゃんとこういう文章書かれるっていうのは、もうこの時代、僕もアマゾンプレゼントですよ。はい、では、この、あの。 吸血鬼の方の買って良かったものを。を買って良かったものね。オッケー。この、はい、この吸血鬼ですよ。この血税をね。すすりながらな生きながらえー、この吸血鬼の買って良かったもの。ハムスターこいつらは愛らしい上。上眷属にしてやる。人 <laughs> 生 <laughs> 楽しそうだよ、ね。かわいい。<laughs> はい、ね、ハムスターの餌代にしてください。はい。はい